セリアはブルネーダルサラーム国のブライト地区にある同国第三の町。正式名称はマレー語で町の意味を持つプカンを冠したプカンセリアである。また、スリアとも表記される。この記事においてはセリアの郊外にあるパナガオア、カンポンバル、アンブキ地域についても記述する。ただし、同じセリア軍のバダスはこの記事に含めないものとする。旧称はマレー語で 野生場との野原という意味のパダンベラワである。現在の名称、セリアは1929年にブルネーで初めて石油が発見された地域のすぐそばを流れる河川の名前に由来する。ただし、現地の人による公式文書にはセリア川で発見されたと明記されており、それゆえこの地域がセリアとして知られるようになったとある。ブルネーの地図セリアは、 ブルネーの西部に位置する。セリアは、ブライト地区のセリア郡にある。中心市街地は、5番路目上の街路が整備され、北からテンガー通りとセリアアレナ、東から、ローロンサトゥバラット通り、南カラボル、キア通り、西から、ローロンティガバラット通りが町に接続する。町の面積は0.603平方キロメートルで、ある。 ブライト地区の行政庁所在地のクアラブライトは1 6トル西にあり、道路網で結ばれている。同じくブライト地区にあるラビ群はセリアの東にあり、首都のバンダルスリブ川湾は1 0 0トル北東にある。最初の商業用の油田は1929年にセリア川西岸のパダンベラワで見つかった。1932年から輸出が始まった。ブルネイには、 石油の積み出し設備がなかったので、石油はミリエ、パイプラインで送られ、そこから積み出された。この方式は、石油危機の1972年まで続いた。セリアの町は1936年、地方公共団体として官報に公示された。これまでセリアは、クアラブライト衛生局、クアラブライト行政当局の管轄下にあった。 第二次世界大戦中、ボルネオ島への日本の進行軍が初めて上陸した地点がセリアであった。真珠湾攻撃から9日後の1941年12月16日4時40分頃に川口死隊が進行を開始した。死隊が見たのは、イギリス領マレーシア石油会社の従業員、パンジャブ第15連隊第2大隊、イギリス陸軍王立工兵が行った、 破壊作戦によって荒廃した油田であった。新興軍は石油掘削を継続し、油田を佐藤主任技師の下で速やかに復旧した。3年後には日本軍は生産量を戦前の水準までほぼ回復させた。日本の戦争機構に対する他の燃料供給源が閉ざされていったため、戦争の最後の6ヶ月間には日本に供給される。 石油の大半がこの地の生産によるものとなった。オーストラリアの解放部隊がムアラに上陸した1945年6月10日、作戦ー合理によって日本の破壊活動が始まった。6月29日、オーストラリア第9師団がようやくセリアに到達した時には38カ所で油性が炎上、建物や軍事拠点は破壊し尽くされて混迷を極めていた。 8月17日には、アメリカの消防部隊が到着したが、オーストラリア工兵隊の援助を受けた油田の従業員によりすでに26の油性が沈下していた。そして11月までに生産が復活、12月11日に原油の輸出が再開した。セリアは1962年12月8日に、イギリス陸軍に鎮圧された、小規模な反乱の中心地の一つとなった。 この事件は後にアザハリの反乱として知られることとなった。ブルネー国をオマルアリ・サイフディン三世の治世下で現代的な商業施設がスルタンオマルアリ通りで活況を見せた。他の自治体と異なりセリア町にはポ本がない。しかしながら近隣のポ本はセリアの郊外として機能しているためここで扱う。セリアはブルネーの石油産業の中心でブルネーで 初めて発見された内陸油田のある町でもある。町はセリア平原の頂上にあり、油田は1929年に発見されて、以来、第二次世界大戦中のオーストラリア軍と日本軍との攻防による短い休止期間を除いて現在まで操業を続けている。無数のうなずきロバが町中に見られ、非公式ながら町のシンボルとして扱われている。 報告書によると、1953年に主要な油性が突然噴出する事故があった。地中の割れ目を伝って液体の石油が自然に上昇、噴出したのが原因であることが後に判明した。この事故は、同じく不可避の自然災害であるジャワ島の泥火山の泥流と比較する論文の中で2006年から語られるようになった。パナガニ本社く。 ブルネーシェル石油株式会社は石油や天然ガス産業に関する様々な施設をセリアに置いている。セリアの生成工場はサンゲーベラの工場とともにブルネー唯一のセリア原油ターミナル、新ガス圧縮プラント新工業地域を形成する。ただしサンゲー、ベラの屋外水処理施設は環境問題に対応するため現在は創業を停止している。 セリアのほとんどの道路は、舗装がされている。しかしながら、すべての道路が、ダンプカーの通行による衝撃に耐えられる水準に、達しているわけではない。主要な商店街をなすスルタンオマルアリ通りには、商店のほか、他のオフィスビルも立ち並ぶ。セリアは、ムモント、クアラブライト方面から、パナガを経由する西からの道路とルムト、ラビ、バンダルスリブガワン方面から、 サンゲーベラとアンドキを経由する東からの道路の交点である。南からはセリアバイパスを通して住宅計画地区からの道路が伸びている。このセリアバイパスはクラーブライト西部のマレーシアとの国境付近からムアラに至る道路であり、セリア南部を通過する。タクシー乗り場とバスターミナルはジャランスルタン、オマルアリ通りとジャランブンガピナン通りの交差点の南東にある。 タクシーの初乗り運賃は3.00ブルネードルで旅行客はタクシーに乗る前にタクシー料金について交渉すると良い。バスは以下の3系統が運行している。2007年3月現在現在、鉄道及び軽便鉄道は通っていない。イギリス領マレーシア石油会社が戦前に整備した鉄道移行や道場は現在も確認できる。この鉄道は セリアとサンゲイブライトにあるバダスを結んだもので、バダス用水液から水を供給するために整備されたものであった。海上及び河川交通はセリアでは行われていない。最寄りの港はクアラブライト、水深の十分ある最寄りの港はムアラにある。セリアに空港はないがアンドキに飛行場が置かれている。アンドキ飛行場は主にブルネーシェル石油が海外との物資の輸送に、 使用している。一般客向けの商業空港は、バンダルスリブガワンか、マレーシアサラワーク州のミリ空港を利用することになる。ヘリポートは、パナガ病院など、セリア各地に整備されている。国立図書館のデワンバハサ、ダンプスタカ図書館、セリア文館が置かれている。また、セリアには、以下の学校がある。ストリート、マイケル、エスミッションスクールは、 ブルネー発のイギリス系学校であったが、生徒数減少により、2006年に、ストリート・アンジェラ・エス・ミッション・スクールと統合、廃校した。アンドキ地区には、イスラム教の共同墓地がある。その規模は、推定3万2000平方メートル、25ブロックから、構成される。1993年に開園し、4ブロック、220区画の墓地が利用されている。以下は、 セリア生まれ、及びセリアで教育を受けた人物である。マレーシアの前農業文部省大臣タンスリダントゥク、アマルドクター、ハジスレーマンハジダウドは、同国サラワク州出身であるが、政界に入る前に、セリアの政府診療所で、司会として勤務していたことがある。ありがとうございます。